えー、先日詐欺の首謀者がフィリピンから送還されました強盗殺人は1円でも盗んだら無期懲役以上と言われています今回の事件は国家権力の一生をかけてると言われています実行犯でなければ追い込めないと言われていますがオウム・ナサラが死刑になったり前まり今回の首謀者が死刑になるか今回の争点になったみたいですそこで劉禄さん事件の首謀者だったとしたらどのような方法で死刑を回避しますか真犯人でっち上げますね 要するにその、あの、まあ、今回も本当に真犯人なのかっていうと、そのなんか、えっ、ー、と、福島連合とかって言われる、あの、割と暴力団組織の下部組織なんじゃないかというふうに言われていて、で、まあ、要するにその、指示を直接電話で出してたのはフィリピンの人たちなんですけど、でもあの、実行犯が日本にいて、で、ま、もともとオレオレ詐欺をやってた、 グループじゃないですかフィリピンにたちで、そこで引き出した現金を受け取って、その現金を日本国内で何かしてたグループがいるはずなんですよ。で、その日本国内のグループがフィリピンの人たちに生活費を送ってるはずなんですよね。ででもその日本国内でお金を取って っていた人たちで、その盗んだものを監禁してた人たちっていうのの話が、今のところ日本のニュースでは出てきてないんですよ。でも強盗に入ったら、あの現金よりも、あの要は価値のある金属とか、そのあの要はあの、なんかそのも,もののが多くて、その盗んだものを監禁するという組織力がないとお金にならないんですよ。だから例えば、じゃあ、えっ、ー、と、その。 高級自動車を盗みました。高級自動車って、誰かが買ってくれないとお金にならないんですよ。でも、盗んだ高級自動車を乗り回してたら100、100%捕まるじゃないですか。例えば、じゃあ、ひげおりさんがフェラーリに乗ってたとして、僕がそのフェラーリ盗みました。で、ひげおりさんが、フェラーリ盗まれましたって、あの、要は、なんか盗難届を出すじゃないですか。で、フェラーリ乗ってるやついたら捕まえますよね。で、じゃあ、ひげおりさんのナンバーを変えました。 で、ナンバー外したとして、そのフェラーリにどうやってナンバーつけんの新しく。要は、盗難車を車検、あの、取りたいですって言って持ってったら、もう逮捕されますよ。車体番号書いてあるからね。なので、その、盗んだ、おまた盗んだフェラーリを外国に持ってくとか、車体番号を削るとか、別のフェラーリのナンバーをつけるとか、要は、 特殊なことがやれる組織力がないと、物を盗んでもお金にできないんですよ。で、フェラーリ盗んでも外国のフィリピンに住んでる人は持ってけないじゃないですか。そうすると、どっかでお金に変える必要があって、なので、そのお金に変える組織力のある人たちが確実に携わってるはずなんですよ。で、どっちの方がパワーバランス強いかっていうと、金に変えられる奴らの方が強いんですよ。 だってフィリピンの人たちに、え、俺たちの言うことを聞かないんだったらもう送金しねえぞって言ったら、フィリピンの人たちはもう分かりましたって言うしかないじゃないですか。いや、フィリピンの刑務所の中である程度お金がないと飯も食えないわけですよ。で、じゃあ毎月生活費100万円欲しいですって言ったら、そこの現金を盗んで、そこのじゃあフェラーリに住んだ奴らに、あの、100万送ってくんないって言った時に、その現金とかフェラーリ持ってる奴が、えー、じゃあ残りの2900万を俺たち取っていい それ嫌だって言うんだったら、1円も送んねえぞって言われたらもう終わりなんですよ。なので、その、パワーバランスで言ったら、その現金と貴金属なりのものを持ってる日本にいる側のが強いはずなんですよ。で、そうなると、じゃあ、果たして主犯誰なのって考えると、僕はフィリピン主犯じゃないんじゃないかなーっていうふうに思ってるんですけど、 なのでそこが全然出てきてないのでそこの真犯人をあいつらだよこういう組織と一緒にやってたよっていうのをきちんと歌うのであればまあ多分その無期懲役ぐらいになるかもしれないですけど多分日本の刑務所に入ってる間に殺されて死ぬんじゃないですかねはい <laughs> あでもどうなんだろうね日本の刑務所にヤクザがヒットマンを送るとかってあんまり最近聞かないから結構殺されなかったりするのかな ま、そこらちょっとあの、映画の世界の話の吹き出しので。でね、警察もわかってると思うんすよね。だってほら、あの、要は、その、そういうおかしなことを教えるやつが、まあ、あぶくぜにを大量に持ってるわけじゃないですか。オレオレ詐欺を、そのフィリピンのグループがやったってことは、現金化も、多分同一のグループがやらずなんですよ。現金化を複数にやれるほどのコネクションはないはずじゃないですか。 複数のの人に任せたたとしたら、パワーバランスががどどんどん崩れちちゃゃっって、現金化の方が強くなっちゃうからなのでその絆のあるところと現金化を任せると思うんですけどそうすると絆のある側はやたら羽振り良くなってるはずなんですよ。でそ,そこまわりから貴金属出てるよねとか多分分かってるはずなのでだから警察は本当は分かってるんじゃないのっていう気がするんですけどねどうなんでしょうね。